まあ最初に流れ自分たちの方に流れがあるときに点決めれたのが一番大きかったなっていうのが一番で、まあその後も、まあその後前半最後ら辺はもうシュート打っても、まあ松本山雅のいい守備でまあ点取れなくて、まあ3点差で前半終わって後半始まって最初の方も取れなくて、でその時にまあヘディングでゴール決めれて、そこからポンポンポンっていう感じで点が入って、まあ最後まで自分たちの流れでできたのが一番大きい勝利の要因だと思います。まあ自分が点取ってチームが勝てればそれでいいかなって感じで、まあ自分フォワードなんで点取るのが仕事なんで、まあでも得点をまあ取れたらいいかなって感じです。まあ FC 東京、まあとても強い、まあ夏優勝してるんで、まあとても強いと思うんですけど、まあチーム一丸となって、まあみんなで戦えれば、自分たちのサッカーができれば全然かなわない相手じゃないと思うんで、まあまた1週間しっかりみんなで練習して、で来週も勝って優勝したいと思います。